ツルツルだった僕のおまんこにおけけが生えてきたのだ。嫌なのだ。僕はまだ子供なのだ。大人になりたくないのだ。この前会ったおじさんからも、顔はロリなのに、ボーボーだからなえると言われたのだ。これじゃ稼げないのだ。最悪なのだ。ということで、カミソリで陰毛を剃ることにしたのだ。ひょりじょり、ひょりじょり。買うわ。失敗して血が出ちゃったのだ。痛いのだ。これが大人になる時の痛みなのだ。いつまでも女の子じゃいられないのだ。僕はずっと僕のまま変わらないのに、どうしてなのだ？どうして大人にならないといけないのだ？